こんにちは、整体院院長の藤村です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日はですね、お客さんからちょっと受けた質問で、いろんなこう健康にいい飲み物を飲んでるんですが、先生どういった飲み物を飲むのが一番健康になりますかというご質問を受けたので、僕はこう答えさせていただきました。はい、人が一番こう健康になる飲み物っていうのはこれですよ、水なんですよと答えさせていただきました。その方はぁという顔をされてたんですが、実はですね、人が最も健康になる飲み物は間違いなく水になります。で、それがなぜかというとですね、まずそもそも健康な状態っていうのはどういう状態かというと、人は細胞の塊です。60兆個ぐらいの細胞が固まって人というものができています。細胞ですね。で、この細胞一つ一つがすごい元気にモリモリと働いている状態であれば、人は健康な状態です。逆に細胞が全然働いていない状態であれば不健康な状態ということになります。はい、で、じゃあこの細胞が一番働いている状態ってどういう状態かというと、実は細胞は働くために必ずエネルギーが必要です。このエネルギーがしっかり作られて、それを使えている状態であれば、人は細胞がすごい働いているので健康な状態になります。じゃあこのエネルギーはどこで作られているかというと、この細胞の中にあるミトコンドリアというところですね。ミトコンドリアというところでエネルギーは作られています。はい、で、このミトコンドリアでエネルギーが作られているんですが、エネルギーが作られるためには必ずエネルギー源となるものが必要です。エネルギーの源ですね。はい、で、じゃあそのエネルギー源が何かというと、僕らがこう食べたものっていうのが栄養素として吸収されている。はい、で、吸っている酸素、こういったものがエネルギー源、エネルギーの源、エネルギー源となっております。これがですね、ミトコンドリアまで来ると、ミトコンドリアの中でですね、このエネルギー源をエネルギーにぐるっと変換させてるんですね。エネルギーに変換で、このエネルギー源をミトコンドリアの中でエネルギーに変換する過程で必要なものというのが、酵素というものと、水になるんですね。この水が実はエネルギー源がエネルギーに変換するために必要なものとなります。そう、加水分解というね、分解、加水分解というものをして、このエネルギー源をエネルギーに変換させてるんですが、実はですね、この人がしっかり潤った状態でないと、このエネルギー源がエネルギーに変換できないんですね。要は水が少ない状態です。なので、しっかりこう水をたくさん取っていくっていうことが非常に重要になってきます。はい、で、次回以降ですね、じゃあどういった水を飲めばいいのか、どれぐらいの量を飲めばいいのかとか、あと水の温度はどういった温度のものがいいのかとか、そういったところのお話を、また次回以降させていただこうかなと思います。ですので、本日覚えておいていただきたかったことというのは、人にとって一番健康になる飲み物っていうのは水ですよと。で、その理由っていうのが、細胞が一番元気に働くためにはエネルギーがたくさんある状態、そのエネルギーを、作り出すためには、水が必要不可欠だからですということですね。というところを本日は覚えておいていただけるといいかなと思います。はい、それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。